岡県久留米市の子育て支援施設ジジッカです。シングルマザーたちが3年前に立ち上げた施設で、集まったみんながほっと一息つける実家よりも実家に近い場所を目指しています。自分の視野を広げて可能性を知り、変わることを恐れず前に進んでいってほしいと思います。この日は去年から8ヶ月にわたった3人4脚プロジェクトという取り組みの成果発表会が行われていました。いろんなジャンルの服を売れるようなブランドを作りたいということで、この夢を持ちました。コミックマーケットに出展したいです。本人とジジッカと家族、この3人4脚で自分がやりたいことを見つけるというもので、15歳から39歳までの42人が参加しました。お客様に美味しかったよ、また買いに来たよと、その一言をいただくために、笑顔になっていただくために、これからも試行錯誤しつつ店舗の運営をさせていただきたいと思います。佐賀県みやき町に住む大森夏樹さん、6歳の息子と2人で暮らすシングルマザーです。結構やっぱこういう時間は大事にしてある感じです。あ、そうですね、お休みの時ぐらい、大体お昼ぐらいから行ったりとか。大森さんには自分の店を出したいという夢があります。しかしそれは後回しにし、家族が生活していくために条件の合うスーパーなどで働いてきました。急遽熱出したりとか、でお迎え行かなきゃいけないっていう時に自分でこう都合を決めてできないとちょっと厳しいですね。したいことあるなっていう考えはずっとあって、けど生活のために働かなくちゃいけなくてっていうので、結構悶々としてました。そんな時にジジッカのメンバーからプロジェクトに参加してみないかと声をかけられました。毎月1回開かれるセミナーでは、さまざまな業種で働く人の話を聞くことができ、ジジッカのスタッフと夢や悩み事について話し合うことができます。みんなで寄り添いながら、それぞれが本当にやりたいことを見つけていきます。大変なこと、悲しいこと、私が気になってたことをたくさんお話しできて、ますます保育士さんのお仕事に魅力を感じれました。子どものことが一番、旦那はその次、自分のことは最後っていうふうになってたんですけど、いろんな話をしていく中で自分のことを優先していいんだっていうことに、ことを教えてもらって、大森さんも周りの人からかけられた言葉で一歩踏み出す決意が固まりました。自分がもし迎えに行けないとか、熱出しちゃったりとかっていう時に、代わりにお迎えに行ってくれたりとか、ちょっとの間見とくよとかっていうサポートがあったので、結構心強い背中を押されました。そしてジジッカのスタッフからの紹介で、去年10月から西鉄久留米駅の近くで小さなキッシュ店の運営を任されています。調理だけでなく、仕入れや経費の精算などすべて一人で担当。初めてということもあり大変ではありますが、さまざまなことを学びながら自分の夢へと向かって歩み始めました。今日はこれができたとかっていう実感がちょっとずつあります。勉強したてではあるので、もっと深いところまで知識を教えてもらって、もうゆくゆくはやっぱり自分のお店を持てるようにはなりたいなと思います。